恐れながら矢部茂殿、刀をお渡しいただくように申し付かっております。わしの刀を。この者たちは我らが主君虎長様の配下でございます。拙者に命じられたのも虎長様でございます。急がない。こちらへ。闇夜に紛れてわしらの警護をすり抜け襲撃したのでございます。敵は狙いどころをよう心得ておりました。キリシタンやも知れんと思っておりまする。まことに恐ろしいことで。 Enemies Christians did this. なでこさま。キリシタンに手を貸した者が見つかるまでこの村の者たちは誰も安らうことができません。虎長様がそのように命じられました。わしの身内や家臣を連れ帰ってくれたことを礼を申す。マリコ殿が亡くなられたことはお聞き及びかと存じまする。存じておる。あの世賊を屋敷に招き入れるそちの姿が見られておったこともな。いや、マリコ殿が死んだ折そちと共に土蔵の中におった侍女の一人が近江殿に知らせてよこしたのじゃ。矢部茂殿はマリコ様が亡くなった後介護の念にかられ許しを請うておられたとか。拙者はこれは虎長様のお耳に入れねばと思うた次第でございます。そちは襲撃を手引きしたのか。はあ、いたしました。よかろう。そちの所領は全て召し上げ明日の日没までに腹を切ってもらおう。殿、どのみち殺すのであれば抑止をお与えくださる。王術に好みが切り裂かれるような怒り狂った魚の群れに生きたまま食われるような、どうかどうかどうか。良き案じゃが、わしはそちを信じておらぬ。明日の日没までに腹を召されよ。伊豆は貸し一門の地位を拙者はここに近江跡取りと宣言いたしますゆえ、近江に跡目を継がせることをお許しくだされ。頼むのは勝手じゃが、伊豆はもはやそちが跡目を決める領地ではない。解釈は誰がよい。安心なのか。ならば。ならば殿にお願いできますれば今日へ至極に存じまする。承知した。しからば明日。明日不動明王のご加護を賜りますように。